アップルのティム・クック CEO は、レイオフを最後の手段みたいなものと考えていると述べた。我々は他の方法でコストを管理したいと述べ、同社がある分野では採用を抑制し、他の分野では採用を続けていると付け加えた。注目すべきは、アップルが最近のレイオフの波を回避した唯一の大手ハイテク企業であることだ。